この勝負見届けさせてもらうぜ。なんでくるよ、その後ろなんか。俺のことが見えるか。何にされたよ、いつからそこにいた。なるほど、それはデスノートの切り口だ。死神ながら、そんなもんじゃ死なない。恐れが喜一郎、事故死。2006年3月29日、奥川五丁目バス停より午前10時12分発奥川車庫行き京南バスに弾丸8発の入ったピストルを持って乗り込み、京南バス奥川営業所の売り上げを奪おうとするが、この世のものとは思えぬ恐ろしい幻影を見て、それに向かって全弾を発砲。銃弾がなくなったことと恐怖から逃走しようと慌ててますから。